テレ東。韓国のイ・ナギョン首相は、日本政府が明日、輸出管理上の優遇対象国から韓国を除外するのを前に、日本に対し措置を撤回するよう改めて求めました。日本政府は사태를더이상악화시키지않으리라고믿습니다。그렇게사태를악화시키지않으면서한일양국정부가현상황을타개할길을찾을수있다고저는판단합니다。またすでに日本側に破棄することを通告したジーソミア、日韓の軍事情報包括保護協定について、輸出管理の強化措置を撤回すれば再検討することができると述べました。軍事機密を共有するために日本と結んでいるジーソミアは、11月に協定が終了するまでおよそ3ヶ月の期間が残されていて、日本側にはそれまでに措置撤回に向けた対話に応じるよう求めた形です。一方、世耕経産大臣は今朝、輸出管理の運用は防衛当局間の軍事情報に関する政府間協定の取り扱いとは全く次元が異なる問題だとして、見直しを行わないことを明らかにしました。輸出防管理防疫令の一部改正というのはですね、輸出管理を適切に実施をしていくための運用見直しでありまして、日韓関係に影響を与えることは意図しておりません。ましてや対抗措置でもありません。引き続きですね、外為法の規定に基づく厳格な審査に努めるとともに、正当な民間取引であると確認できた輸出については許可をしていく方針であります。今まで通り粛々と運用していきたいというふうに思っています。